それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は拡張ユークリッド5乗法の性質について一部説明しまして、それから拡張ユークリッド5乗法の応用例としてその方逆元の計算というのを紹介いたしました。で今日の内容としましては、その拡張ユークリッド5乗法のさらなるですね、性質の紹介をした上で、で拡張ユークリッド5乗法の応用も含めた計算で、その実数の連分数展開もしくはその連分数近似ということについて説明したいと思います。まず拡張ユークリッド5乗法の性質の続きなんですけれども、今日の性質はですね、一応テキストの方にはございませんで、別な文献の方からちょっと重要だと思って持ってきた性質ですので、適宜テキストの方も合わせて参照しながら確認してください。で一応今日の定理なんですが、その前にその問題設定を一応復習しておきます。F と G を整形数の多項式とします。あ、整数ですね、F と G を整数としまして、で共に比符の整数とします。で、F が G と等しいかそれより大きいという形の整数にしましょう。でそれから、乗用付きの序算に対して、その比符のラムダに対して、それからR1 からですね、 R のラムダ、 R のラムダプラス1、これは乗用の方ですね。それから Q の1から Q のラムダ、こちらは小の方ですが、これをこれまで前回までやりました拡張ユークリッド5乗法と同様に定めます。それから、その拡張ユークリッド5乗法に付随します係数ですね、 S の i とか T の i っていうのを、やはりこれまで前回までのルールと同じように定めます。で、そのルールは具体的にはどういう形だったかというと、一応Ri と Qi がこういう性質を満たしますよってことで、R0 を F と置き、 R1 を G と置いて、あと R の i マイナス1を R の i で割った乗用 R の i プラス1という形で、乗用列を生成します。それから、Si と Ti に関しましては、こちらのルールですね、拡張ユークリッド5乗法の性質を満たすように定義します。で今日その紹介する性質は次のようなものでして、A と B に分かれているんですけれども、まず A の方はですね、こういったもので、 i が0からラムダプラス1に対して、 ti と ti プラス1の積が0以下、かつその絶対値を比べますと t の i プラス1の方が ti 以上であると。だからこの ti に関してはだんだん非減少列なわけですね。絶対値に関しては非減少列であると。それから Si に関しても、Si と Si プラス1、つまりその連続する2つの、Si、Si プラス1の積が0以下で、かつその Si の絶対値は非減少であるという性質を持ちます。それからと、この Si、Ti の絶対値と、それから A、与えられた A、B との関係としましては、R が0からラムダプラス1に対して、この R の i マイナス1と Ti の絶対値の積が A 以下、かつ R の i マイナス1と Si の絶対値の積が B 以下と、そういう性質が成り立ちます。一応証明をですね、簡単に流れを紹介しておきます。A の方はですね、機能法を使いまして示していくんですけれども、まず Ti のに関する性質から見ていきます。i が0の時は明らかということになっておりますので、各自確かめてみてください。で、機能法ですので、0から i に対して、この主張が成り立つと仮定します。でそうしますと、ここでその ti プラス1イコール、ti マイナス1プラス ti qi ってこの式を考えますと、ここでその機能法の仮定を使うと、t の i マイナス1と t の i っていうのは、異なる符号を持っていて、かつ、絶対値にはこういう関係が成り立つということが言えます。でそこでその t の i プラス1と t の i と t の i マイナス1に関する三角不等式ですね、この与えられた式の解消三角不等式を立てますと、こういったその不等式になりまして、t の i プラス1の絶対値が、t の i の絶対値より減少することはないということが言えます。でまた、その ti プラス1の符号も
Ti の符号と逆になるということが示されます。で、あと、Si の場合にも、今の Ti と同じようにして、性質を示すことができますけれども、機能法は、Si の定義から、i が、1のところから始まります。始まる点に注意しておきます。次に、その、A と B とですね、Si、Ti との関係を表した、その項目 B の方ですね、について、証明を紹介しておきます。まず、この、まあ、拡張ユークリッド互助法の性質から、これは、R の i マイナス1番目ですね、に関しては、これ、A かける S の i マイナス1と B かける T の i マイナス1が R の i マイナス1に等しくなるということが言えているわけですけれども、まあ、これの両辺を Ti 倍したものを1式と置きます。で、それから、次に、インデックス i の時ですね、この Ri に関しては ASi プラス BTi が Ri に等しいので、この両辺を t の i マイナス1倍したものを2式としておきます。で、まあちょっとこのスライドでは省略しておりますので、後で各自で確認していただきたいんですが、この1式の両辺から2式の両辺をそれぞれ引くと、まあこういう形、この下から3行目のようなですね、式の形になりまして、で、ここで、その、この右辺にですね、この S の i マイナス Ti マイナス、S の i Ti マイナス1っていう式が表されるんですけれども、これは前回紹介しました拡張ユークリッドの互助法の性質から、実はマイナスは1の i マイナス1乗に等しくなることが分かりますので、そうしますと、一番下の式にありますように、この右辺の ti ri マイナス1マイナス ti マイナス1 ri というのが実は a のプラスマイナス1倍に等しくなっているということが分かります。そこで先ほどですね、その項目 a で証明しましたその ti と ti マイナス1がその異なる符号を持つことをまあ用いることでまあ、この不等式を作るんですけれども、この不等式をこのような形、下から2行目のような式の形で評価することができまして、で結果として、まあ、A がですね、その R の i マイナス1かける T の i の絶対値、で下から抑えられるということが言えます。で、あと同じようなことが、まあ、Si についても同様に示されますので、まあ、そこは各自で確かめてみてください。ここまでよろしいでしょうか。